皆さんこんにちは。今回は京都周辺の地形について概観します。まずは日本全体のスケールの話から。プレートテクトニクスに関してです。日本付近はユーラシアプレート、北アメリカプレートの2つの大陸プレートと、太平洋プレート、フィリピン海プレートの2つの海洋プレートの合計4つのプレートがせめぎ合っています。2つの海洋プレートが日本列島の大部分が乗る大陸プレートへ向かって年間数センチから十数センチメートルの速度で移動し、最終的には下に沈み込んでおり、その動きにより日本国土の地盤は横から圧力を受け続けています。その圧力による歪みが蓄積し、やがて地盤が崩れて断層が発生します。横から圧縮されるように力を受けるため逆断層が多く発生します。黄色い線で示したものが現在明らかになっている活断層の分布です。断層は山地と平地との境に分布しているように見えます。線分のあたりの土地の断面を見ると、大雑把な断面のイメージはこの通りです。多くの断層は繰り返し動き、片側は高度を増し、反対側は進行し続けます。そして数十万年から数百万年という時間をかけて、高度を増し続けた側は山地となり、進行し続けた側には山地側が侵食されて出た土砂が堆積して平地が形成されます。京都盆地の形成が始まったのはおよそ100万年ほど前と考えられ、その後に堆積した層の厚さは洛中のあたりで200メートル以上、小倉池があったあたりでは800メートルほどあります。京都市周辺の活断層分布です。これらのうち特に花折断層は代表的で、滋賀県今津町まで続く断層の総延長は約 47km。 この断層が動くと地震の規模はマグニチュード 7.5 程度になると想定されています。他の断層もそれぞれ活動時の地震規模や被害の想定がされています。1998年には調査により新たに宇治川断層が確認されています。今後も新たに活断層が発見される可能性があります。続いて京都盆地内の地形についてです。ファイル041の問いの山の名称はこの通りです。そして天王山と男山の間、三線合流地の標高は約10メートルです。ファイル041では比叡山の山頂標高を示したため対比が可能でしたが、それがない場合は500から1000メートルとの回答が多くなります。実際にそれほどの標高があったならば、これらの川が水運に利用されることはなく、また京都盆地に平安京が造営されることもなかったでしょう。またこの場所は京都盆地と大阪平野をつなぐ交通上の要衝でもあり、この周辺では何度か
歴史上重要な合戦戦闘も行われました。京都盆地内を北へ向かいます。鴨川と桂川の合流付近の標高は11から13メートル程度であまり変わりません。しかし JR 京都駅のあたりでは30メートル弱の標高があり、さらに北へ向かうにつれて傾斜が急になります。なお京都盆地内で最も標高が低いのは黄色い矢印のあたりで、ここにはかつて小倉池がありました。小倉池は昭和初期に干拓されて消えました。それ以前に発行された地形図には描かれていますので、ファイル011を参考に今昔マップオンザウェブを使って確認してみましょう。そして平安京の境域はこの黄色い線の範囲にあたります。では平安京はどのような地形の上に造営されたのかを詳しく見てみます。京都盆地内の平地部の地形は河岸段丘、扇状地、氾濫原の大きく3つに分類できます。平安京周辺の地形について詳しく見ると、河岸段丘は大内裏の北側から西側にかけて広がっています。周辺より高度が少し高いことに加え、地盤が形成された時期が古く、相対的には水害や地震の被害に対する安全度が高い地形だと言えます。扇状地は平安京の境域の大部分を占めます。鴨川のほかいくつかの河川が作った扇状地がつながった複合扇状地となっています。平安京の南西部は桂川の氾濫源となっています。その名称の通り、桂川が増水すると氾濫しやすい地域で、本来的には都市開発には不向きな場所と言えます。現在は京都の町の拡大に伴い人口改変が進んでいます。そしてそのような災害リスクが相対的に高い場所であるため、平安京の境域とはなったものの、都市的発展は進まなかったようです。これは平安京を忠実に再現した模型ですが、氾濫源地域で開発が進んでいない様子もしっかり再現されています。このような地形的な条件も相まって、その後の平安京は東側の左京を中心に発展していくことになりました。なおこの氾濫源地域の農家には水害時の避難用の木製ボートが備え付けられ、昭和中期頃まで使用されていたとのことです。治水事業の進展により水害の発生頻度は小さくなりましたが、今でも相対的にリスクが高い地域であることに変わりはありません。そのことはハザードマップなどを使って理解しておきたいところです。この動画はこれで終了します。それでは。